なんとグルムゴルフが撮影をしていました。あそこです。並木ちゃんがいます。でっかいカメラ使ってて羨ましいです。そして佐々木朝日さんもいました。はい、はい、じゃあ午後もよろしくお願いします。お願いします。今日この3人でやっていきます。はい、はい、新しい仲間が、はい、でもキャディーさんいなくなったので、あのセルフでやっていきましょうか。はい、はい、でこのコースなんですけども、 JGTO のびるファイナル2018っていうのをやって、アベマツアーのなんか試合ですね。これは去年で今年もやります。うん、今年もやるんだ。はい、今年いつやるの？10月？出るんですか？出ないんですよね。はい。じゃあ皆さんこちらの方ご覧くださいね。はい、よろしくお願いします。よいしょ。いいですね。ちょっと左に乗れと言われたので乗ってみました。出だし好調です。あゆちゃんです。あゆちゃんです。木村あゆさん。あゆちゃん。はい。お願いします。お願いします。よいしょ。すげえ。ちょっとこう低めのボールで、おお、なんだそれ、めっちゃフックした。え、グリーン行くの？おお。グリーンまでは狙ってないですよね。いや、あわよく行っちゃえって思ってました。あわよく打ってた。あわよく行っちゃえ。あれ、あの曲がり幅って狙い通りですか？そうですね。まあ、今ライがそんなに壊れてなかったんで、ボールは曲げやすい状況だった。結構バック90度くらいですか？今の瞬間。40ヤードくらいも出ましたね。はい。これも結構左に体重かけたら左足に。20ヤードといえば80です。いやー、いい感じ。止まらない。いやー、ナイスです。ナイスバーディー取り、じゃあ今イーブンになった。これボギーですか？ナイスボギーだ。ナイスボギー。お。セーフ。
蜜を見せてたまに出るじゃん。これいけ？あ、戻った。飛んで。あ、風で池に。皆さん、これはどこ狙えばいい？まっすぐ、まっすぐ、このバンカー狙い。正面だ。大先生、入るの？なんか、そうですね。ワンオン。違います。9月の3日からです。3日、もうすぐ、再来3週間後か。はい、3週間ももうないです、ね、はい。そっか、でもまあ、でもチャンスは実力的にあるって感じなんですね。はい、自信は結構あるんですけど、まあみんなそういう人が来るからね。はい。一昨日の撮影は初めてプロテストを受ける子たち3人だよね。3人ですね。1人だけ今年は受けないんで。6段同世代、はい、そう。ヤングライオンたちのバトルになってます。面白そう。みんな仲良くなった？はい、仲良くなりました。仲良くなりました、はい、その後、1時過ぎぐらいに終わって、うん、お腹空いたねって、お昼、うん、休憩早かったんで、10時ぐらいで、うん、で早かったから終わってお腹空いたって4人でご飯食べ行きました。2回食ったの？その後、はい。近くのファミレスみたいなところに。そうです、近くのイオンで4人で行って、あの流行りのタピオカ飲んで、みんなで何をしてんの？女子会しました。
葉が出た。はい。今煽りました。結構焦げ焦げになってました。かわいか。これやっぱりでも後半になってくると、絶対体のこう運動量、回転量ってやっぱ疲れて少なくなってくるので、ああいう左のミスっていうのは、これはほとんどの人が傾向になります。これちょっと、そう、こうインパクトで力まないって難しいんですけど、こう感覚としてはもうやっぱり10ヤード20ヤード落ちてもいいから、少しインパクトをこう振りすぎないようにそうそうしてあげないと、まあ、体力的にこう朝と朝の状況と今の状況でギャップがあるんで、それでやっぱり同じだけやっぱ脳みそ振ろうとしちゃうんで、自分のミスもそうですけど、上の意識を下に集中してあげる、下より重心を下げるとか。多分奥のバンカー行っちゃいました。そこがないからもう右に出すと、もうちょっとライが悪すぎるんで、ボールを前に飛ばせない。小さく振ろうと思ってた。うん、こっちの方が。フォークボールです。
ターでやりますよ。上りのスライス。風を逆に見ちゃったら死んじゃいました。そうですね、こっちこういう風だったんです。旗は